新型コロナウイルスについて、県内では今日新たに1569人の感染と11人の死亡が確認されました。1日の死者数11人は先週の金曜日と並び過去最多です。1569人の感染者を自治体別に見ますと、浜松市で440人、静岡市で314人、沼津市で116人、磐田市で101人などとなっています。また今日は感染者11人の死亡が確認されました。このうち静岡市と浜松市の死者はそれぞれ3人で、いずれも高齢者です。1日の死者数11人は先週の金曜日と並び過去最多です。今月の県内の死者数は今日100人を超え110人となりました。静岡市葵区の高齢者福祉施設では、職員10人と入所者10人、合わせて20人の感染が確認され、新たなクラスターと認定されました。静岡市によりますと、感染経路は不明で、施設内の感染防止対策は徹底されていましたが、サービスを提供する上で近距離での接触があったということです。県内ではこのほかにも1件クラスターが発生しています。